はいどうもこんにちは。今回は、早急のファフナー、エグゾダスから登場した SDP について解説していきたいと思います。エグゾダスの物語において非常に重要な力となったのが SDP ですよね。発揮される力も様々で、どの SDP も大活躍しました。今回は、SDP ってそもそもなんだっけ？というところをおさらいして、各キャラクターそれぞれの SDP について振り返っていこうと思います。なお、この内容はエグゾダスまでのものとなりますので、ザ・ベヨンド未視聴の方も安心して見ていってください。それでは、行ってみましょう。SDP とは、超次元現象、スペア、ディメシオン、ゲノメオン、この頭文字を取って SDP と呼ばれていますね。簡単に言ってしまえば、フェスプムと同じような力を発揮できるというもの。特定の機体とパイロットの組み合わせでのみ、きちんと力が発揮されます。最適な組み合わせ以外の場合、SDP も弱体化することが本編で解説されていましたね。例外として、ゼロ、ファフナーだけは全ての SDP を発現可能となっています。SDP の力の源はゴルディアス結晶と呼ばれる結晶体。ゴルディアス結晶とは、アルブイス内部、キールブロックに存在する、ウルドの泉、その内部に出現した巨大な結晶体のことです。そしてこのゴルディアス結晶は、命の情報によって成長し力を発揮するんですね。味方の命だけでなく、倒した敵の情報すらも吸収していました。この力の代償として、今までとは全く異なる同化現象の症状が発生してしまいました。今までの同化現象といえば、肉体の結晶化をはじめ、体が思うように動かせなくなったり、意識喪失などでした。今回の新同化現象は、発症内容が人それぞれ全く異なっており、いずれも未知のもの、どんな力も代償派ある、ファフナーの世界観は非常に強くそれを感じますね。SDP の概要は以上となります。ここからは、各キャラの SDP について解説していきましょう。盾か見せり、SDP、同化、再生、リバース、フェスプムを同化して食べることを可能にした力、ゼブインソードを触媒として使用し、敵に突き刺した箇所から同化、その存在を食べ尽くすシーンが印象的ですね。可愛いけど怖い。超巨大なリブアイアさん型ですら、同化してしまうほどの力を発揮しました。ワームスフィアを発生させることも可能のようで、エグゾダス最終局面で一瞬だけ使用していますね。また、機体と自身を再生する力を発揮、致命傷を受けたとしても単独で再生可能となり、ファフナーに登場している間は、ほぼ不死身の存在となりました。新同化現象。生身でも周囲のものを同化。身の回りのものを同化してしまうようになってしまう症状、食事ですら同化してしまうほど制御不能な同化現象が発生しました。発症後は隔離部屋にて生活を余儀なくされます。二代目コアである織姫によって、同化現象を抑制している間のみ、人間らしい生活を送ることが可能という状況になってしまいました。カブラギ水、SDP、引き寄せ、アポート、遠く離れたものを引き寄せる力、格納庫に保管されていた武器を、即座に手元に引き寄せ使用可能にしました。水が望んだものは基本的に引き寄せることが可能なようで、無意識のうちにリナを引き寄せたり、死んだ姉のお守りを引き寄せることも可能でしたね。正確には、姉そのものを引き寄せようとしますが、ライトオブレフと劇中で同化現象の末期症状により消滅しているため、その代わりとしてお守りが引き寄せられました。エインヘリアルモデルで強化された SDP を発揮し、ウォーカーのコアを実体化、ゼロファフナーの砲撃を引き寄せて放つ、といった活躍を見せましたね。新同化現象、体重の増加、水の体重はもともと 52kg だったのですが、まさかの100クグオーバー、症状が進行すると、歩くのに松葉杖を必要とするほどにまで体重が増加してしまいました。西オリナ、アキラ、SDP、増幅、アクセル、装備した武器と同化し、その力を増幅することが可能。マークザインと同じような力ですね。敵の強固なシールドやコアの破壊を可能にしました。武器だけではなく、SDP を強化することも可能で、カブラギ水の SDP を強化したこともありましたね。アキラとリナは双子だったので同じ力を発揮したようです。エグゾダス最終局面では、ゼロファフナーでその力を発揮しました。新同化現象、市民症、
常に眠気に襲われる状態になる症状。その症状は重く、会話中や歩行中であっても突然眠りに落ちてしまうほどでした。しかし、どれだけ眠くとも、ファフナーに乗っている間は起きていられるという症状で。どんだけ眠くても、ファフナーに乗れば目が覚めるって、ずっと乗ってろっての？とぼやくリナが印象的でしたね。アキラは SDP の使用が少なかったため、発症はありませんでした。ミカドレオ、SDP、消失、ロスト、機体の周囲にワームを発生させ、ゼロ次元移動による空間跳躍を可能としました。この力によって、攻撃の回避、敵の死角からの攻撃、空中の敵への対応、などを行い、フォワードとして大活躍しましたね。自分の周囲を含めて跳躍することも可能で、刻々と変化する戦闘状況に合わせた部隊運用を可能としました。生身の状態でも発揮することが可能で、ミミカのところへ跳躍していましたね。ファフナー登場時のように、レオのコントロールはあまり効かないみたいですが、振動化現象、肉体の欠損、胸部など、体にぽっかりと穴が開いてしまう症状、穴が開いた部分の臓器は消滅しているのにもかかわらず、生命活動に影響は全くないというホラー状態になっていましたね。症状の進行に伴い、体の欠損部位が増加していきました。症状初期と比較するとこんな感じ。発症初期に欠損した部分も拡大しており、このまま症状が進んだ場合、レオの胴体は消えてなくなっていたかもしれません。ミカガミミミカ、SDP、壁、ウォール、壁のようなフィールドを展開し、敵の高速、対象へのねじり攻撃、超広範囲イージスを展開させることを可能にした力、生身の状態でも無意識で発動してしまい、自身の周囲を壁で囲んでしまうこともありました。エインヘリアルモデルで強化された SDP を発揮し、超巨大なリブアイアさん型の牙を防ぐほどのイージスを展開しました。他にも、複数の対象に対してのねじりフィールド発生、超広範囲のねじりフィールド、不正打敵の攻撃を反射、など、大活躍しました。振動化現象、肉体に黒い結晶体が発生、症状の進行に伴い、結晶体が大きくなり、数も増加、末期症状となった際は、体が砕け散った後黒い球体のみとなってしまいました。しかし、ミミカの意識は残っており、ファフナーのコックピットブロックへ転移して操縦していましたね。エグゾダス終盤で、カズキとザインの力により、本来の肉体を取り戻しています。カナメサクラ、SDP、増殖、量産型無人ファフナーであるトルーパーモデルを増殖させた機から、本来4機しか存在しないトルーパーを20機以上にまで増殖。当初、サクラは無意識的に SDP を発動、破壊されたトルーパーモデル1機から2機のトルーパーモデルを発生させていました。エインヘリアルモデルで強化後は、自身の周囲のフィールドから増殖していましたね。デメリットとして、増殖した機体の感覚も近くしてしまうため、自分が何人もいるみたい。どれかいなくなっても次がいる。気持ち悪いというように、非常に不安定な精神状態になってしまうということがあります。振動化現象、体温の低下、29.2度というヤバめな低体温症となってしまいました。ドテラ起きているシーンが印象的ですね。狭間カノン、SDP、予知、未来を予知、そして、未来へ干渉することができる力、二代目コアである織姫が待ち望んだ、希望のための力ですね。エグゾダスでパイロットに復帰したカノンが、マークドライチェンに登場した際初めて発言、未来の情報に触れることで、敵の先手を打ち、島の防衛を成功させました。生身の状態でも、未来を垣間見ているシーンが描かれていますね。この SDP で現れる未来派、あくまでも、可能性、であり、確定した未来、ではない、というのがポイント。その中でカノンが何を選択し、どう行動するかによって現実に、何か、を届けることができます。届けたものとしては、振動化現象の治療法。ウォーカーの正体を解明。エインヘリアルモデルの設計。カスガイ公用とマークフィアーの再生。脱出校メンバーと辰宮島の合流。クルスミサオの救援、など。ファフナーに登場し、未来と戦うことで、現実世界に多くの希望をもたらしました。この力によって、最も希望に満ちた未来にたどり着くことができたんですね。振動化現象、質量の減少、
ファフナーに登場するたびに、体重が徐々に減少していく症状、カノン波 SDP による影響で、実際の登場時間よりも長くファフナーを操縦しており、他のパイロットと比べても、急速に症状が進んでしまいましたね。体重が 3kg となった段階で、体が透けてしまうほど存在が希薄になっていました。そんな状態になっても、カノン波、未来のためにファフナーに乗り続けました。わかったんだ、答えが。大丈夫だよ、母さん。これが最後だから。そう言った彼女は笑っていましたね。最終的に、魂の重さといわれる 0.021kg にまで減少、そして、近藤健二、SDP、薬、パイロットの同化現象や、機体の損傷を治療する力、直接触れた相手に対して効果を発揮しますが、トルーパーモデルによって仲介することも可能となっていますね。島のミールの呼びかけに応じて、黒焦げになったマークザインを修復したこともありました。心同化現象、身体感覚の喪失、痛覚や温度感覚が徐々に失われていく症状、戦闘回数が少なかったため、比較的軽症で済んでいますが、冷静に考えると、この症状も深刻化したらと思うと非常に恐ろしいですね。カスガイ紅葉、SDP、毒、ワームスフィアの力を自由自在に操作する力、ガンドレイクにワームをまとわせて体験として使用したり、ワームスフィアを放出して射撃を行うことが可能、毒という表現の通り、この力で攻撃されたフェスプム派、まるで腐り落ちるかのように消えていく描写がされていますね。アザゼル型とも互角に渡り合うほどの強力な SDP でした。マークレゾンのシールドに防がれた際は、体験の先端からワームの力を伝達、シールドを打ち破ることはできませんでしたが、弱体化に貢献しましたね。振動化現象、紅葉自体がフェスプム化しているため、振動化現象の発症話。クルスミサオ、SDP、体感速度加速、時が遅延し、敵の動きが遅く見える力、ドライチェンの高い機動力と非常に相性がいい能力ですね。敵の攻撃を紙一重で回避し、攻撃に転じることを可能にしていました。振動化現象、クルスハフェスプムのため、振動化現象の発症話。遠見間や、多次元視界、複数の敵や超遠距離の敵を視認することができる力、見える、とつぶやきながら、正確な狙撃を行っていました。エグゾダス最終局面にてその力を発揮し、襲来した人類軍のファフナーを狙撃して、行動不能に追い込みました。振動化現象、エインヘリアルモデルに登場してから SDP を使用したため発症話。以上、各キャラクターがそれぞれ発揮した SDP について解説してきました。基本的には一人につき一つの力が現れていましたね。しかし例外となる存在がいます。そう、それはファフナー、ザルブアートルモデルとそのパイロットたち、機体やパイロット自体が、非常に特殊な存在というのもあり、様々な力を使いこなしました。真壁一樹とマークザイン。武装の強化、武器と同化し、その威力を強化する力、第一期から活躍した力ですね。強化できるのは武器だけではなく、イージス装備と同化し、その性能を強化したこともありました。フェスプムですら食らう同化能力、同化しようとしたフェスプムを逆に同化することが可能。第一期で辰宮島に帰還した際、この力を初披露。機体に取り付き自爆攻撃を行う小型のプレアデス型を逆に同化してみせました。他者の同化現象を己に移し替える力、ケンジの SDP 波治療の効果ですが、カズキとザインの場合、肩代わり、というのがポイント。ヘブン&アースでカノンを助けた時が一番わかりやすいですね。カノンを救った後、カズキの肉体で急速に同化現象が進んでいるのがわかります。機体や武器の再生、損傷した機体や武器を再生する力、エグゾダスから発揮した力ですね。アザゼル型との激しい戦いにおいて、何度も使用していました。みなしろ創始とマークに人。武装の強化、武器と同化し、その威力を強化する力、ニヒトの場合、翼状のワイヤーアンカーで突き刺した対象を同化して強化することも可能。ワームの力、ワームスフィアを発生させ、フェスプムのように攻撃することが可能。
超巨大なワームスフィアや、リブアイアさん型の牙を切り裂くほどのワームエッジなど、波のフェスプムとは比較にならないほど強力な力として活躍していましたね。攻撃だけではなく、ワームの力で空間遷移することも可能でした。同化能力、ワイヤーアンカーで串刺しにしたフェスプムを同化して食らうことが可能。それだけではなく、フェスプムを操作することもでき、触手を活用して、効率的に群れの撃退していましたね。機体や武器の再生、損傷した機体や武器を再生する力、この力を使用している超絶かっこいいシーンがこちら。いいだろう。どちらが興味を申し子か教えてやれ。マクリスト！めちゃくちゃかっこいいですよね。この後レゾンに横取りされますけども。ミツヒロとマークレゾン。武装の強化、武器と同化し、その威力を強化する力、ベヨネットを強化して射撃していましたね。ワームの力、片部レーザーユニットからワームエッジやワーム弾を放つことが可能。逆に、通常のワームスフィアを放つことはありませんでしたね。空間転移、機体の上空にフィールドを生成し、そのフィールドを通ることで空間を転移していました。この力はおそらくベイブラントの影響を受けているものと思われます。壁、つくよみと同じように、超広範囲のイージスを展開する力、防御力も非常に高く、ライン、ニヒト、フィアー、ドライテンの4機同時攻撃すら防ぐほどの力でしたね。また、ねじりによる攻撃も可能で、フィアーやニヒトの腕を破壊していました。機体の再生、損傷した機体を修復する力、ザインとニヒトの連携でようやくダメージを与えたかと思ったら、すぐ修復されるという、絶望感がすごいシーンでしたね。光による同化、ベイブラントの力によって、光を放ち敵を同化することが可能、アザゼル型クローラーを同化し、支配下に置いていましたね。他にも、触れた対象を同化して消滅させたり、SDP による治療を遅らせる、毒、のような効果を発揮していました。いやーレゾン派マジで使える SDP が多すぎですね。こんなにもレゾンが強い理由は、ベイブラントのゴルディアス結晶がとんでもなく成長しているから、でしょう。パペットを作っては殺し、作っては殺しを繰り返したことで、ここまで成長し、憎しみの力、を育ててしまったのです。ほんと、全部新国連が悪くね。以上、エグゾダスで新たに登場した力、SDP について解説しました。どの力も、希望に満ちた未来へたどり着くためには必要不可欠な力でしたね。ただ、SDP を使えるようになる代わり、人間としてあるべきものが失われていくという恐ろしい力でもありました。ザ・ベヨンドではどんな SDP が活躍するのか、まだ見ていない方はぜひチェックしてみてください。それでは、今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。